シュヴァンゲリオンのですね装備品もたくさん来ていました。まずこちらですね。あ、これは完成度が高い。これはね、完成でね、なぜいっぱいこのね、あのフィールドについてはいっぱい来てたんですけど、なぜねこの方をね採用したかというと、あのバリエーションをたくさん用意してくれていて、まあ、これはねもちろんなんですけど3パターンあるんですよ。これね、続いてこれめっちゃ良くない？これめっちゃ良くないか？これさ、あのペコラの羅生門からさ、ちょっとさ作らせてもらってさ、かっこいいよねこれ。これめっちゃかっこいい。これねめちゃめちゃイケてるなと思って。で、あの最後の一つがあのこちらですね。よいしょ。最後の一つがこちら。いや負けとるやないかいっていう。いやもうフィールドバキバキやないかいっていうね、こちらですね。これね真ん中がねシーランタンだから、多分これスバル作れないんですけど、シーランタン集められないから。でも、まあ、これあのこういうねいっぱいパターンがあってね、あの見ててね面白かったのでね、まあこういうのもねまた作っていきたいなと思いましたね。ありがとうございます。ルシアならいけそう。どういうことやねん。どういうこと？え、どういうこと？ルシア、こんな当たったらもうコッパみじんになっちゃうだろ。やめろ。これ跳ね返せるわけないだろ、ルシアが。か弱い女の子なんだぞ。あ、グロンストーンね。なるほどね。はい、ということでね。ではシュヴァンゲリオンのやつなんですが、まあこれあれだな、まあ、見てもらった方が早いですね。見てもらいましょう。こちらです。シュヴァンゲリオン。かっこいいよね。来たるべきペコダのミコチャートの決戦に備えた追加武装です。これさ、散乱させるな、シュヴァンゲリオンを。なぜ散乱させようと思っちゃったんだ君は。ね、BGM が壮大か。やめろ、3カメやめろ、3カメ。これなんか絵面がさ、いやめっちゃかっけえんだけどさ、 BGM もう絵面がさ最悪なんだよな。何なんだろう。中身はこんな感じです。これね、卵をねちゃんとそうレバーでね入れ替えれます。わかりやすいんだよな。ちゃんとここつながってますよっていうのをね、あのね教えてくれてるんですよ。そう、レッドストーンダストね置いてください。しかもあのちゃんとね、あのもうスバルの鳥頭でも分かるようになってるんですね。なんだろう、これだけだとね全然ね普通なんだけどね。応用例、あ、そうそう、これなんか変えると卵じゃなくて鶏になるらしい。でもちゃんとねサーバーのことも考えてくれてますね。チェストの中身なんかこれさ、もうマジで場所だけなんだけど、なんでそこにしちゃったの、場所。もう場所だけなんだけど。もっとあっただろう、もっとなんか尻尾の方とかあっただろう、なんでそこにしちゃったんだよ、ということですね。はい、ということでね、ちょっとなんかあのちょっとしばらくね、ちょっとビジュアルがなと思ったんですけど、この動画めっちゃ頑張って作ったんだろうなと思って、ちょっと採用せざるを得ませんでしたね、これ。